花房官は、真の軍人、官僚。字は西林。猿都市、満州成功貴人。1849年、巨人となる。合比検知県代理だった1859年、断連を率いて、暗気省北部に侵入した太平天国軍を撃退した。1861年、宿州地州代理となる。翌年、 太平天国軍の進攻を撃退し、地府に昇進した。1863年、年軍の主猟の長学行が千下林鎮に敗れて、本拠地の木地川州に逃れたが、花房官は策をもって、長学行を捕らえ、千下林鎮に引き渡し、この校で永州府地府を授かった。花房官の再官と勇猛さは、順部の党佐都市方と縁孔さんに評価され、 ワイガの北方での戦いで、しばしば功績を挙げた。え、ハイリンが反乱を起こし、猛城、コトブキ州を攻撃すると、花カンは兵を率いて、猛城付近のえ、ハイリン軍の際を攻撃して補給線を確保し、コトブキ州でもえ、ハイリン軍を破った。この行で、アンキアセッチに昇格した。その後再び、猛城の救援に向かい、敵の補給路を断った。そこに、 千下ゲリンチンと不民賀の援軍が来て、苗、ハイリン軍を破り、苗、ハイリンは捕らえられた。この功績でバトルの称号を得た。1864年、太平天国軍と年軍が潜水省から湖北省に入ったため、花房官は千下ゲリンチンの命で救援に向かい、さらに安記巡部、高松年の命で安記省堺の守りにつき、 馬雄は軍数万人を投降させ、暗記不正死に抜擢された。1865年、年軍は河南省から山東省に入り、功労祭の戦いで、千下林鎮は戦死した。さらに年軍は暗記省に退去して侵入し、花房官は木地川州で包囲されたが、45日間の牢場の末に援軍が来て、包囲軍を打ち破った。 1866年、高松年が先制巡部に転任したため公認の安記巡部に就任。1867年、年軍は湖北省、河南省から山東省に入ったため、花房官は援軍を派遣した。この年の冬、年軍の狩猟の任柱は Y 軍に敗れ、残党が安記省に逃れたが、これを破って狩猟の雷文孔を幼州で捕らえ、 これにより東年軍は鎮圧された。翌年には西年軍が直令賞を伺う情勢となったため、河南省に駐屯し、大運河の東で他の諸軍と共に西年軍を破った。1874年、両公総督に就任した。在任中には福建省に潜伏していた太平天国のよう、タスク清を交渉の馬優和を使って捕らえている。しかし、 関東省で行われていた、税と言われる賭博の禁止を緩める方針を取ったため、甲州将軍、朝鮮らの弾劾を受け、北京に呼び戻され解任された。その後は、ウルムチと島に任命された。死後、カビンの死亡を送られた。ありがとうございます。